はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきたいと思います。最近はねスーパーマリオブラザーズ35をちょっとやりまくってて楽しくてですね、ついついやり込んでしまってる僕ですが、久しぶりにですねみんなでバトルやっていきたいと思います。久しぶりだね。対マンチビデカフォレスト、チビになったりでかくなったりするステージだよねきっと。多分だけど最初のハテナアイテムだと思うんですよ。え、なるほど、こういうのあったね。なんかスーパーマリオブラザーズ3でこういう感じのコースあったよね。ね、でここで土管に入っていく。てかさっきのマリオ僕がやっちゃったかな、もしかして。やっちゃった。これはジャンプして渡っていきます。これは蹴っていいのかな、どうなんだろう。うお、これね急に跳ね返ってくるから怖いんですよね。で次、ここはジャンプして渡ります。いやこれあるよ。いややっぱタイマンだったらいいね。そしてキノコを取って土管に入ると、うーわいい、こういうコースほんと楽しい。さっきキノコ取った意味全然ないけど全然ないけどね。うわちょっと待ってくれ。え、これは一旦ここ入っておくかね。ここ入っておきましょう。そして上から行こうか。上から行ってジャンプジャンプ、オッケー、いいね。あーあーのこのこ、待ってくれ、マリオいるじゃん、マリオいるじゃん、待ってマリオ待って。いや僕上から行きます。もう上から行きます。でここに入ります。よし、マリオは、マリオまだ来てないでしょ。やった、勝った。あー待つの忘れた。広瀬舞ちゃん可愛いじゃん。 GG グッドゲームみたいな感じかな。それじゃあ GG コースやっていきましょう。なんか GG っぽくないね。どっちかって言えば SNOW っぽいね。よしそれじゃあ渡っていきます。うーわこれはアイテムいらないね。大丈夫大丈夫、このステージはアイテムいらない、大丈夫だと思います。うおし、オッケー、バカめキノピオ、ノコノコたちを見破れなかったな。あ待って、これなんか見たことあるな、このステージ見たことある。確かオープニングとかになってるステージですよね。だからここに確かゴールがあると思うんだけど、多分それでいいよね。オッケー、ゴール2連勝だね。よし、それじゃあ次はミディアムスピードランって書いてたね。これ上から行く、どっち、いや上から行こっか。上から行ってスピランだもんね。うお、ちょっとこれ上は、上何これ、上なんだろうね。え、こっち熱くない、お、やった、こっち正解じゃん、やったやったやった。え、これゴールっぽくない、なんか熱い、熱いよ、勝った、これ勝ちでしょ。いやちょっと待って、危ない、よしよしよし完全に運っぽいコースだったけど、まあ、勝ちは勝ちですよ。最後すごいよ、どうすごいんだろうね、気になるね。さあ最後すごいよ、やっていきましょう。よし、最後すごいんだろう、どうなんだろうね。いいく、よしよしよし、渡っていきます。うおー、いけるか、よし、キノピオ負けですね。踏めるか、いやもうちょっと、もうちょっとみんなやられてるで、いやキノピオもやられれば、うわやられてる、やった、よし来た、これチャンスですよ。よし、もう僕分かってるからね。でこのまま次でしょ、次やられたんだよね、ここ、この辺だったね。よし、オッケー。そしてこんな感じか、こんな感じ、よし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 、オッケー。さあ最後なんかクッパたちとかめっちゃ来そうだよね。うわった、よし、で次左、あぶねマルチプレイヤーバーサスって書いてるね。今日はですねマジで勝ちの連続ばっかだからね、別にもう負けてもいいんですよ、正直ですね、正直負けてもいいんですけど、まあここでも勝っていきましょうか。待ってルイージ絶対こっち来るよね、いや待ってルイージ、危な、もうキノピコ、もうそんなことやめない、キノピコ、もうそういうのやめない、ほら危な、バカやめバカめ、キノピコ遅れやがったな。よし、これは渡っていきます。うわやるね、マリオやるね。よし、でこれは回転ジャンプね。そしてこれは効果、よし、いや早いよ、今の早かったね。そしてこれはジャンプ、よし、でこのまま右、オッケーバトルスピードラン
来ました。この緑に行くか。緑に行きましょう。左上のボム兵が爆発したらだね。待って、なんで来んの、もうやめてって。もうマジでそういうのもうほんといいから。さてこれは、うわ、しかもなんで、あの子の方が早いの。ねえ、なんで、なんでって、ちょ待って、教えてよ、せめて教えて。それちょっ、なんだあいつ。それじゃあ次のステージやっていきたいと思います。お、キノピオ余裕だね。キノピオなんか携帯でも見てたのかな。さあバトル用コースか。あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、うわーこれはきつい。いやきついけど頑張る、頑張るから。よし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 、でジャンプして、うわリフト、待って待ってって、よしでジャンプ、のジャンプ、オッケーで、ビヨーン、オッケーこのまま渡っていきます、渡っていきます。いやこれ完全1位でしょこれね。めっちゃ速くない？今回なんか僕めっちゃ速いよね。え、どうしたの？え、めっちゃ覚醒してんだけど。いや、おっそおっそおっそ、今んとこ。さあ、このジュゲームの雲に乗っていきます。やった、来た、これ完全勝ちだね。ねえ、イエーイ。あ、落ちた。まあまあまあ、これ絶対勝ちでしょう。うん、安心していきましょう。さあ、これをこうして、うわ、びっくりする、もうあのキノコ。もうほんとこのキノコびっくりするか。よし、ゴール。なんか女の子ばっかだね。男僕だけじゃん。灼熱で女の子ばっかだね。でも僕は女の子を操作してるね。そんなどうでもいいんですけど、うーわ、太陽、太陽来た、太陽待って、うわキノピオおいでね、一緒行こう、一緒行こう。今絶対投げようとしたでしょね、絶対投げようとしたでしょあなた。あった、やったくっそワンワン。ここはアイテムを取っていきますかね、これ取っていきます。ここはおとなしくアイテム取っていった方が良さそうですね。当たるの早すぎピヨキング。あ、でこれ渡っていきます。マリオ来れるかな、ジャンプ、オッケー。ちょっと待って、なにこれ、なになに、もうびっくりするじゃんあれ。ないな、今のなくない。マジで当たらんようにしていこうね。いつも当たるの早いんですよ僕ね、ほらね、うわ、よし、ゆっくり行こう。よし、それじゃあね、今度はエアシップっていうコースなんですよね。まあ、エアシップの意味はよくわかんないんですけどね。うわ、これは、上から行こっか。上から行って、いし、オッケー。ルイージは？あ、え、あ、え？この動画が良ければ、グッドボタン。そして、ピヨキングのチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。そして、Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。